2人の体のこうなんていうんですかね、はい、姿勢やなんかがよくこうバランスが取れてますね、はい、でペアではまあこういうバランスが取れた部分っていうのは非常に有利なわけですよね、まあ、あと大きいだけに今度はリフトとかそういうものが問題になってくるんですが、このペアはそういう点はなかなか技術的にそういうものを持ってますね。ラフマニノフのピアノのこういう曲でですね、滑るっていうのはなかなか難しいですけどね。そうですよね。ダブルアクセル、それからのシークエンスですか。トリプルトール、回転がちょっと違いますね、はい、そうですね。タイミングは綺麗でしたけれどもね。トリプルツイスト、あ、これは素晴らしいですね。まあ要するに斜めになるラダートイストっていうタイプですけどね。スローのトリプルサルコ、高さと流れと非常に素晴らしいスロージャンプですね。サイドからのラッソーリフト、ワンハンドになって変化させてますね。フラインキャメルからのソロスピン、ムービングザフィールドの中にダンスリフトを組み込んでやってますね。はい、ソロジャンプ、ダブルアクセル、もうほとんど構える時間があまりないですね、はい、それでやっていきますから、やっぱりその分だけ評価されますね。ハンドハンドのリフト、キャリーリフトですね。それからダンス、ヘアスピンコンビネーション、2つ目のソロジャンプですね。まあソロジャンプは2つまでは許されますから、はい、最後のハンツーヒップのリフトの変形、ダンスリフト、なかなかいい演技でした。そうですね、バンとトンでした。